いいたします。まずは外装をご紹介していきます。かなり外装は綺麗なお車となっております。でこちらの車ですが、電動テールゲートがついているお車となっておりまして、こんな感じで押していただくと広げることも可能となっております。電動テールゲートついておりますので、ここのボタンを押していただくと自動で閉まるようになっております。そしてタイヤサイズですが、22540R18 の18インチのホイールを履いたお車となっております。はい、続きまして内装をご紹介いたします。こんな感じですね。かなり内装は綺麗な状態となっております。で、分かる人には分かるんですけれども、ステアリングが AMG のステアリングがついているお車となっております。そして内装の特徴ですが、シルバーと黒と、あと赤いステッチが入っているお車となっておりまして、まあ、かなりおしゃれな内装となっております。走行距離が少し走っているお車ではございますが、かなり内装外装ともに綺麗なお車となっておりまして、可動部もかなりしっかりと動きます。はい、後部座席にやってまいりました。後部座席も運転席助手席と同様にシルバーと黒と赤のステッチですねの内装となっております。 CLA ですので、少し、まあ、後ろは狭いかなといった印象を受けます。そして後部座席を倒しますと、こんなに広くなりまして、もうかなり大容量なトランクルームとなります。こちらの車ですが、外装はかなりシルバーで落ち着いた印象を受けるんですけれども、内装は赤のステッチであったり、 AMG 用のステアリングが搭載されていたり、結構面白いお車だなと私は感じました。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。